阪急ファミリーストア店6店、阪急ファミリーストア店6店2009年導入の、阪急百貨店、スーパーマーケットグループの CI 阪急ファミリーストアは、かつて H2O リテーリング参加の株式、会社坂貨職が大阪府を中心に展開していたスーパーマーケット。投稿目では、2008年9月30日まで存在した株式会社。 阪急フ,ファミリーストアについても説明する。阪急百貨店の関連会社だった、阪急競泳物産株式会社が、阪急競泳ストアを展開していた。阪急競泳ストアは、阪急百貨店グループのスーパーマーケット事業の整備の一環として郊外に展開する、同じ阪急百貨店の関連会社であった、阪急オアシスに対して都市部での出店という住み分けを、 行っていた。半球共栄物産の事業再編として分社化され2003年1月1日付で、株式会社、半球ファミリーストアとして独立、同年3月1日付で、半球共栄物産は、半球百貨店に吸収合併され、半球百貨店の直接子会社となった。以降は、半球ファミリーストアへ、ブランドの転換を行った。 2008年10月1日付で、当時同じく坂食の設立した当時から、子会社であった阪急オアシス、阪急日商ストア、阪急フレッシュエールとともに、計4社が坂食に吸収合併されたため、坂食が運営する食品スーパーの店舗ブランドとなった。2009年から、阪急百貨店、スーパーマーケットグループとして展開している。 都心型の店舗とされていたため、2003年に大阪市北区に開店した同心店、2005年11月26日に大阪市天王寺区に開店した上六店や2006年4月4日に大阪市天王寺区に開店した新法院店、2007年2月15日に大阪市天王寺区に開店した桃坂店、 株式会社坂貨職が初めて開発した大阪市東成区の今里駅前のロハスプラザ今里に2008年5月20日に開店した今里店同年11月28日に大阪市宮古島区の大阪市営地下鉄谷町線宮古島駅近くに開店した宮古島店2009年2月21日に大阪市住野駅に開店した東輝店 2010年2月2日に、大阪市住吉区の住吉大社の近くに開店した、住吉店など、大阪市内の出店が中心となっていた。そのため、人口密度が高く自転車と徒歩の来店客が多い、傾向にあった。しかし、2010年春に、淡路駅周辺と地区各整理事業に伴い、閉店した大阪市東小戸川区の淡路店が移転。 建て替え後の同年11月2日に、皇室食品専門館の都市型小型店として、阪急オアシス淡路店にブランドを切り替えて開店し、2012年6月7日に、大阪市安倍野区の昭和町店、同年7月7日に、大阪市北区の同心店を改装して、阪急オアシスに切り替えたほか、野江店や安倍野店も、同様に改装して、阪急オアシスへ転換した。かつては、 プライベートブランドとして、ザ・ハンキューを展開していた。2008年1月にプライベートブランドに関して、バローと坂色が業務提携し、グループ会社のハンキューフーズなどとも連携して、価格訴求型のプライベートブランドハートフルデイズを、同年9月27日から店頭に展開し始め、その後高価格帯のプライベートブランドプライムタイムの展開も始めて、 価格帯の異なる2ブランドを展開している。2008年4月22日から、エディ、アイディ、クイスペの3種類の電子マネーによる支払いが可能になった。ありがとうございます。